大家好，我是原本相信，我的汉语和英语一点点，日本語でやります。不好意思。割とその開発者2人
2、3人なんですけど、いろいろあのその開発の変更をリクエストを上げても大体取り入れてもらいやすい、環境ですし、まあ、なぜフリーナスからフォークしたかというと、その開発方針の、方向性が違うということで分かれています。でオープンメディアバルトというのもありますが、これも、フリーナスからのフォークで、まあ、フォークした理由が、まあ、これも同じようにあのフリーナスとあの開発方針が大きく違う、開発方針がぶつかって、分かれてしまいました。こちらは、カーネル、FreeBSD じゃなくて、カーネルがいる Linux になってます。あまり WebGUI はあのよくはなかったんですけど、 4から、よくなってで、OpenZFS も、プラグインで、対応してます。で、ラズベリーパイ版も最近できてます。で、ロックストアっていうのはもありまして、でこれが、まあ、CentOS7 ベースで、バター FS のみに注力してます。で、ただその最近は開発が停滞してて、そのレッドハットの方がバター FS の開発を、バター FS の取り込みをもうやめるということだったので、その先頭レースケースをやめて、オープン筋で切り替えるという方向で、構想があるようなんですが、まあ、開発止まってます。まあ、はい。イージーナスっていうのもあります。で、これは、商用で、ネットギアのレディナスなどが、裏では使っているらしいです。で、それほど、成長してないしです。はい。で、ベースちょっとここ書いてないんですけど、まあ、バター FS。ですで、もうすぐやっと 1.0 がリリースされるという段階にまでなってます。で最後、4ZFS ストレージっていう、ものもあります。でこれがオープンソラシス時代から、作られてたもので、商用のイオンナスという製品あるとありましたが、これのベースとして使われてました。ただし、コマンドラインのみで WebGUI がない。商用で使う場合は、有償で、ライセンスを買わないといけない。で、SMB の共有が、ベースになっているのが3、これだけはちょっとサンバと、ZFS の、シェアドっていうシェア D っていう、ものがあって、でそれで、共有 SMB1 のみでの共有の機能があります。まあソラリスの機能ですね。で、イルモスの方の、更新が遅く鈍くなったために、開発が止まって、まあ、ほぼ開発してないですね。で、はい、でこれらの、内容を、まあ、表をにまとめましたが、はい、リーナス、ジグマナスは、BSD
ライセンスで、それ以外は、それ以外というか、オープンメディアバルト、ロックストア、ビジナスは、まあ、GPL2。で、4は、商用と、個人向けだと、まあ、そのフリーだったり、優勝、商用だったりしてます。で、はい。で、フリーナスの方、ベースとなって OS の方ですが、フリーナスは、フリー BSD11 ステーブルで、ジグマナスの方は、最新版は、フリー BSD12 で、オープンメディアバルトは、デビアンの、オープンメディアバルト5が、デビアン10で、オープンメディアバルト4の方が、デビアン9がベストとなっています。で、ロックストアは先頭、現状セントOS 7で、ビジナスの方はオープン数字になっています。で、イオン全体フェースストレージは、オープンソライス、古いオープンソライスベースになっています。これイルモスベースにはまだ行ってないはずです。で、はい、ファイルシステム、扱えるファイルシステムが、こうなってて、フリーナスはもう本当に絶対ユースオンリーで、ジュンマナスの方は、まあ、手を加えれば古い UFS やあと、Linux の EXT2 とかも使えるようになっています。で、一番ファイルシステムを扱えるのがオープンメディアバルトで、こちらは、まあ、大体 Linux が使えるファイルシステムであれば大体全部使えて、ZFS は、オプションでプラグインとしてインストールできます。で、これでライセンスプラグインにすることによってライセンスの、まあ、衝突を避けるようにしてます。で、ロックストアと、まあ、イージーナスはバタイフェース、まあ、イオン ZFS ストレージも、まあ、ソライスということで、はい、ZFS です。で、まあ、使えるアーキテクチャは、あのフリーナスはもう、現在はもう、まあ、AMD640 というか、まあ、8664bit の方ですね、使えるものなんで、だけに限定されてて、で、ジグマナスは、まあ、ジグマナスも大体同じなんですが、古いコードを起こせば、まあ、ARM も使えるよと。で、オープンメディアバルトも、まあ、まあ、大体、その、ジグマナスとも大体同じ。で、まあ、ラズベリーパイとかにも、まあ、現状一応対応しているようになってます。で、ロックストアも、まあ、まあ、大体全部同じ。まあ、イオン ZFS ストレージは、まあ、ちょっとここには書き漏れてますが、まあ、スタートも一応対応はしてます。で、コミュニティサポートが、まあ、基本、まあ、オープンソースであれば、まあ、大体あるだろうというところなんですが、まあ、イオン ZFS ストレージだけ、まあ、ないという状態です。で、コマーシャルのサポートは、逆に ZFS ストレージはあって、で、ロックストアとあと、まあ、フリーナスは、フリーナスの場合はハードウェアを購入した場合は、サポートがつきます。
ケージサポートは、ロックストアとイオンナス、イオン ZFS ストレージだけがもうマルチランゲージサポートを対応したようで、それ以外は対応してます。で、はい、WebGUI の、開発言語が、Linux は Django ベースに、変わりまして、あと Open、あ、違う、Rockstore も Django ベースで、他はだいたい PHP で、IonZFS ストレージはコマンドラインのみなので、はい、何もありません、WebGUI は。はい、で、はい、開発が今続いているかどうかは、ロックストアとイオン ZFS ストレージだけもほとんど止まってます。はい、で、どのアプライアンスを選ぶべきかっていうところで、それが、まあ、ライセンスと ZFS の安定性を、選ぶんであれば、フリーナスとジグマナスで、商用、いろんな商用 の、 そのアプリケーション、ソフトウェアを組み合わせるなら、まあ、Linux ベースということで、オープンメディアバルト。で、ARM ベースで使いたいなら、まあ、オープンメディアバルトか、Jigma NAS の、古い、まあ、NAS コーフリー時代のコードを、掘り起こして、ARM 版を使えば、ARM は使えますと。で、Web の、WebGUI の使いやすさを考えるのであれば、まあ、フリーナスか、オープンメディアバルトのいずれか、という感じになるかと思います。で、まあ、どっちかというと、選んではいけないケースの方があるかなと思います。で、選んではいけないケースとしては、まあ、フリーナスの場合、選んではいけないケースは、ニックがたくさんあるケース、ネットワークインターフェースがたくさんある場合は、選んではいけないかなと思います。大体限定するか、不要なケースが多いので、まあ、1つしかない限定条件が多いので、Linux の場合は、ちょっとその辺絞られてしまうので、マルチポートだとちょっと向いてません。で、あとは、まあ、先ほども述べました通り、IX システムの開発方針に沿えない場合は、まあ、Linux は、Linux を選んではいけないかな。で、Jigma NAS だと WebGUI に期待する人は選んじゃダメ。で、先進的な機能もあんまり期待できないかな。はい。で、オープンメディアバルトは GPL2 が嫌いな人。まあ、それだけが、個人的には、私は BSD な人なんで、まあ、GPL 嫌いっていう理由だけでオープンメディアバルト、使ってません。はい。で、ロックストア、はい、未完成が我慢できない人、はい、で、開発が滞っていることに我慢できない人、ZFS を使いたい人、GPL2 が嫌いな人は見てません。で、EasyNAS も、はい、ZFS が使いたい人、GPL2 が嫌いな人、で、一番ドキュメントはなかったので、ドキュメントがあまりないのに我慢できない人には向いてません。はい。4ZFS ストレージは、まあ、ストライスが嫌いな人、はい、WebGUI なしに我慢ができない人、開発
出ることにはできない人で、無償ライセンスに、無償ライセンスだと困るケースがある、無償ライセンスになるケースがあるので、それに我慢ができない人は、まあ、向いてません。で、個人的に、はい、これはもう完全に個人の感想なんですが、はい、今後、僕の理想、自分の理想で、ナスにあればいいと思う機能は、分散並列ファイルシステム、ディストリビュートパラレルファイルシステム、これが一番欲しいなと思ってます。で、FCOE もあればちょっと便利かなと思っているのと、あと、プラン9ユーザーでもあるので、9P も欲しいなと、思ってます。で、今年の2月まで NAS の開発っていうか、NAS を商品として出してたんですが、マルチポートの、マルチポートネットワークインターフェースにして作ってたんですけど、オープンフローの機能もあればいいなというのはちょっと思ってたので、今後そういうものが出てくるといいかなと思ってます。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。写真願い。これはジグマナスだけなんで、ジグマナスっていうか前のそのナスコフリーの時